ハンスファイトツーテイリンクイコールイエッテンバッハ伯爵。1898年、ハンスファイトマクシミリアンカスパーツーテイリンクイコール、イエッテンバッハは、ドイツバイエルン王国の貴族、政治家、伯爵。クレメンスマリアツーテイリンクイコールイエッテンバッハ、伯爵とその妻の伯爵霊嬢、フランツィスカ・フォン・パウムガルテンの間の長男として生まれ、1891年に、 父が死ぬと、テイリンク伯爵家の家督を継いだ。1898年7月26日に、ミュンヘンにおいて、バイエルン王室に連なる上級貴族である、バイエルン公、カール・テオドールの娘・ゾフィーと結婚した。この結婚を通じて、ベルギー王アルベール一世、バイエルン王子・ループレヒトの義兄となった。この親族関係もあって、摂生愚。 ルイト・ポルト王子から公爵への昇格を打診されたが、辞退した。バイエルン参議院における自由主義や党勢力の代弁者であり、民主主義者であると噂されていた。社会福祉政策に精通しており、ミュンヘンの住宅難への対策案、農場経営や林業経営における労働協約締結の要求への対策案を提案していた。使用者として、や農場労働者に、 模範的な金額の失業給付を支払っていたが、これは自らにつけられた赤い白尺という呼び名を意識した行動だったと言われる。1918年初め、ベルン駐在ベルギー公使フェルナン・ペルゼを通じて、ベルギー政府と接触している。しかし1918年8月23日、テイリンクは帝国国務大臣パウル・フォン・ヒンツェアテの所管において、 ベルギーとの和平交渉は無駄に終わったと通告している。バイマル共和国時代になっても他のドイツ貴族と同様に加盟の一部として貴族称号の使用を許された。1921年9月にグスタフ・フォンカールがバイエルン州首相を辞職した際、バイエルン人民党から次期首相の座を提供されたが辞退している。1897年、巨城ゼフェルト城に建築家。 ガブリエル・フォン・ザイトル設計による列強狼付きのオランジュリーを建てた。1916年以降、所領内のアウバッハ渓谷の土地改良を進めた。またビッター・スベルク池とピルゼン湖の間に16の養魚池を設け、そのうち6つが現在も養魚地として使用されている。妻・ゾフィーとの間に2男1女を設けた。ありがとうございます。